京丹後市立丹波小学校は、かつて、京都府京丹後市峰山町丹波560にあった、公立小学校。1872年に創立されたが、2018年3月をもって閉校した。京丹後市立新山小学校と統合をされ、新たに京丹後市立新山小学校が開校している。学校の近くを竹の川が流れ、 国道482号周辺の工区には、水田が広がっている。2017年度末の並行時点の工区は、峰山城丹幕、八田区、橋木区、内木区、赤坂区、石丸区。1989年時点の工区は、峰山城丹幕、八田区、橋木区、内木区の4地域であり、各区の世帯数は、丹幕が約260個、八田区が、 約90個、橋菊が約50個、内菊が約50個だった。航区内には、大木谷遺跡や赤坂今井墳墓など、丹後半島を代表する遺跡があり、さらに、枠田山古墳群、丹波丸山古墳群、丹波の大溝などの遺跡がある。峰山町域を俯瞰すれば、八坂町との町境に、清流三年明教が出土した、大田南五号墳もあり、 単語王国の中心地と指摘されるまさに中心に位置する。6年生はこれらの史跡を見学する歴史学習を行っており、4年生は大糸川でホタル学習を行うなど、地域の歴史や自然を学習に取り入れている、統合先の教団語私立新山、小学校1952年には、校歌が制定された。作詞は、田中信子と今西義夫、 作曲は、宮田和である。硬貨の一番には、丹波から転じた、谷和の里という言葉が登場する。児童は、谷和子と呼ばれることもあり、水田の稲のようにすくすく育ってほしいという願いが、込められている。硬貨の三番には大鉱山が登場する。1947年には、京都気象地方大から観測を一択され、子供観測所の京都地方気象台。 ミネ山観測所が発足した。6年生全員が手分けして観測しており、28年間に、渡って1日も休まずに観測を行った。1963年冬の昭和38年1月豪雪の際には、学校が休校になったが、児童は観測のために登校したという。観測所は1976年12月31日をもって閉鎖された。 峰山町丹波の式内社である、宅神社の神事、芝むくりを伝統的に丹波小学校の5年生男児が担う原則があり、並行によりその継承が危ぶまれている。地域と一体化した教育が根付き、伝統授業の一つに、地域の高齢者に竹細工や、お手玉作りなどを学ぶ、高齢者教室があった。児童数の出典は丹波小学校146年の歴史。 京丹後市立丹波小学校2018年ピアニッシモ112から113ありがとうございます。